今回は Waves プラグインの中からこのチャンネルでもたびたび登場している H コンプを紹介したいと思います。 H コンプについてアナログとデジタルのハイブリッドとよく言われていますが、具体的に何が H コンプの強みなのかいまいちピンときていない方も多いと思います。そこで今回は実際に音を出しながら H コンプの強みを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。 Waves H コンプを一言で表すならば、アタックとリリースを制するコンプレッサーです。コンプのいろはがよく分かっていない初心者の方にとって、自然で音楽的なコンプレッションに必要なアタックとリリースは大きなハードル。それを誰でも簡単に調整できるのが H コンプの強みです。 H コンプの説明に入る前に、自然で音楽的なコンプレッションとはどういったものか考えてみたいと思います。僕が思う自然で音楽的なコンプレッションとは、サウンドの情報をできるだけ保った上で音楽的なダイナミクスと鳴らして楽曲内でのパフォーマンスを改善するようなコンプレッションだと思っています。ここで重要なのがサウンドの情報。どうやって音が立ち上がって、どうやって音が減衰していくのか、立ち上がりのアタック部分と減衰のサスティン部分にサウンドの情報が詰まっています。で、これらサウンドの立ち上がりのアタック部分と減衰のサスティン部分に作用するのがコンプのアタックとリリースになります。つまりコンプのアタックとリリースをきちんと調整しなければ自然で音楽的なコンプレッションが得られないということです。とはいえ、コンプのアタックとリリースをきちんと調整する必要があると頭で分かっていても、実際にできるかどうかは話が別ですよね。それを H コンプを使えば誰でも簡単に調整することができます。今回はドラムのステムトラックを題材にして H コンプの強みであるアタックとリリースについて解説していきます。まずはコンプのアタックから見ていきましょう。よくある悪いケースとしては、立ち上がりのアタック部分を潰してしまい、抑揚のない平坦なサウンドになってしまうケースです。この原因はですね、コンプのアタックにあります。このようにコンプのアタックが速すぎると、サウンドの立ち上がりが潰れてしまい、抑揚のない平坦なサウンドになってしまいます。で、これを一発で解決するのが H コンプ独自の機能であるパンチになります。このパンチはサウンドの立ち上がりを取り戻すための機能と考えてください。立ち上がりが鋭いドラムやパーカッションといったリズムトラックに特に有効です。過剰に潰して失われてしまったサウンド立ち上がり部分が取り戻せていますよね。実際はここのアタックと併用してあくまで補完として使うのが理想ですが、 H コンプではサウンドの立ち上がり部分が仮に失われてしまったとしても、このように簡単に取り戻すことができます。つまり自然で音楽的なコンプレッションに必要なサウンドの立ち上がりの情報を保ったままコンプレッションさせることができるということです。次にリリースを見ていきましょう。よくある悪いケースとしては、リリースが早すぎて減衰のサスティン部分が過剰に持ち上がり、不自然な余韻になってしまうこと。とはいえですね、リリースが遅すぎると常時コンプがかかりっぱなしになってしまいます。つまり自然で音楽的なコンプレッションを得るためには、リリースは早すぎず、かといって遅すぎずが基本になってくるんですが、これを調整するのが本当に難しい。で、これを一発で解決するのが H コンプのテンポに同期したリリースになります。H コンプではリリースをですね、楽曲のテンポに合った音下で設定できます。何ミリセックというような細かい調整ではなくて、音下というもっとざっくりとした枠で調整できるので、こっちの方がですね、リリースを調整しやすいと思います。ここで過剰に持ち上がってしまうような不自然な余韻を防ぎながら、次の音に引っかからないようにリリースをテンポという基準で設定することで、自然で音楽的なコンプレッションを得ることができます。また特にですね、ドラムやパーカッションなどは
リリースをテンポに同期させることで独自のグルーヴ感を出すことにもつながります。このように自然で音楽的なコンプレッションに必要なアタックとリリースを簡単に調整できる H コンプ、最後にドラムのバスコンプを例にして僕が普段行っている H コンプの処理を紹介したいと思います。ドラムのバスコンプは特にアタックとリリースの設定が肝になります。とりあえずざっくりと深めにリダクションが得られるようにスレッショルドを設定してしまって、この状態だとサウンドの立ち上がりが潰れてしまっているので、パンチで立ち上がりを補完しながらアタックタイムを調整します。いい具合に立ち上がり部分が聞こえていますよね。ポイントはアタックタイムとパンチを併用しながら使うこと。アタックタイムで戻しきれていない立ち上がり部分をパンチで補完するイメージです。次にテンポに同期したリリースで余韻を調整します。リリースに関しては好みもあるので何とも言えないんですが、個人的には余韻がやや持ち上がって一体感が出ているようなサウンドが好きなので、やや早めに設定することが多いです。で、最初にざっくりと深めにリダクションが得られるようにスレッショルドを設定しているので、コンプのかかり具合がやや深めにかかっている印象です。なので、ここのミックスノブでパラレルコンプレッションの要領で弦音を混ぜてバランスを整えていきます。こんな感じですね。僕は最終的なバランスはですね、ミックスノブのパラレルコンプレッションで整えています。 H コンプだけでなく他社のコンプでもですね、パラレルコンプレッションができるものが多いので、今回は取り上げて説明しませんでしたが、このパラレルコンプレッションもめちゃくちゃ使いやすい。ざっくりとコンプかけたとしてもパラレルコンプレッションで容易に調整できます。各パーツが点のような感じで全体として馴染んでいなかったドラムに一体感が出ていますよね。このようにパンチとテンポに同期したリリースによって自然で音楽的なコンプレッションを簡単に得ることができます。コンプのイロハがよく分かっていない初心者の方にとって、自然で音楽的なコンプレッション必要なアタックとリリースは大きなハードル。それを誰でも簡単に調整できるのが H コンプの強みです。ぜひ皆さんもですね、 H コンプを使ってみてください。ではまた。